あ、これはストレートを捉えました。捉えましたね、ジョーダン・ロペス。さあ優勢、ここで一発を浴びた完封の夢、ここでついえます。ロペスがこの4打席目で捉えました10号ソロホームランが生まれました。今日得点全部ソロホームラン、1点返しました。4対1、反撃のドロシになるか。さあ木村さん、この7回、ようやく快音が聞かれて、ちょっとどうなんですか、ボールの力落ちてくる部分はあるんですか。もういや、やっぱりロペス選手がやっぱりいいアジャストしたということですね、最上段に持っていきました、ロペス。